鳥居群頭神社は、高知県高知市がもぶえ町にある神社。式内社で、旧社格は合社。祭人は次の人柱。本殿総研は不詳。俗日本紀、神後慶雲2年11月18日上では、土佐国土佐軍人神与田光明大ら41人に、かもせいを賜うと見えるが、この、神与田は、付近の地名、神田を指すと言われる。また、 新先生四六摂津国津上別地義賀茂武宿城には、鴨茂宿、鴨阿孫同僧、大国主審の後なりと見える。これらの記事から、鴨部一帯に居住した鴨茂の氏、賀部氏が祖先神として大国主名を祀ったのが、当社の創始と言われる。なお、当社一帯は、和名将の土佐軍賀茂武号に否定される。この鴨茂武号一帯の開発は、古墳時代と見られ、 6世紀頃には、原始祭祀があったものと推測される。その後のカモブ号の繁栄の様子は、東大寺文書の天平商法四年造寺市長において、土佐軍がモブ号から50個が東大寺の不古とされたことに見られる。社名、軍刀については、土佐国諸軍の頭にあたる土佐軍に鎮座するためとする、説、軍の頭たる、土佐軍家がカモブ号にあったとの推測に基づく、説、 地名、神田に由来するとする説があるが明らかではない。延長五年成立の演儀式新名帳では、土佐国土佐軍に軍頭神社と見え、これは当社に否定される。なお、社名の読みは公立のと振られる。その後の変遷は明らかでないが、英承万年、官営五年の胸札によると、中世以降は社名を鴨部神社とするのが一般的になったと見られる。 明治5年、近代社格制度において校舎に列した。昭和56年には、火災で社殿を消失したため、現在の社殿はその後の再建になる。経済社、ありがとうございます。